キラキラした痕跡をたどって天運を探し出せばいいってことだよね。天運たらこんな感じ。痕跡が消えた。隊長ちゃん壊れちゃったのかな。ふむふむ、港周辺は風が強くて匂いを追うのが難しいってさ。美少女とワンちゃんの間でビビッと気持ちが通じたんだよ。周囲の環境を利用して痕跡を隠したか。天白氏のお嬢さんは俺らを試そうとしているみたいだ。周りを調べてみよう。何か別の痕跡があるかもしれない。それか周りの人に聞いてみよっか。人の通りも多いし天運を見た人もいると思うよ。これだってある種の情報収集だしズルじゃないよね。この辺で古族を見なかった？面白い質問だ。聖坂井には道を行き交う古族が数多くいる。1000や2000とまでは行かなくても7、800はいるだろう。お嬢さんの知りたがっている古族は俺たちが見た古族と同じとは限らない。いや、かなりの確率で別人だろうね。どんな感じのやつなんだい？なんだ、それしか情報がないのか。もう少し何か特徴は？耳とか尻尾みたいな当たり前なもの以外で。ん？見たことのあるお嬢さんだな。おいおい、適当なこと言うなって。俺ら二人ともずっとここに立ってただろ。見た覚えなんてないぞ。確かに俺は彼女と会ったことがない。だがこの写真を見ろ。なんて美しさだ。俺は今この人とどこかで会ったことあるような、そんな気がしている。そして今日がその再会の日だ。ジョーちゃん、もう気づいてると思うが、こいつ真っ昼間から夢でも見てるみたいだ。うちらをからかって暇つぶししてないよね。いやすまんすまん。俺ら普段は町の角にあるふやこうっていう茶屋で漫才をやってるんだが、今はこんな状況だろ。運気軍の戒厳令が敷かれてから茶屋も商売できなくなってな。人が集まるところで練習でもしようと思ったんだ。そしたらちょうど話しかけてくれたから漫才をちょっとね。でも安心してくれ、無料公演だから。おっと、怒らないでくれ。探してるお嬢さんならさっき見たぞ。確か千夜通りを曲がったはずだ。急いで行けばまだ間に合うだろう。この二人が言ってること信用してもいいのかな。いらっしゃいませ。
今手に入れた手がかりってどれも天運と関係あるものだよね。ああ、これで隊長は彼女の後を追えるだろう。見つかっちゃいましたか。このように隊長がいれば追跡も簡単になります。どうでしたか。開成校でカフカの痕跡を見つけたらすぐにこの子を起動してください。絶対に逃がしはしませんので。開成校が止まる日が来るなんて。セイガは夜ごと天を回りて銀雲は流水のごとく響く。これはかつてとある詩人が開成校のにぎわう様子を見て読んだ歌です。ラフの内と外はすべて精査を頼って行き来しています。開成校の製造ラインが止まれば選手すべての航路も一時休止するしかありません。おかげで節都市の仕事をしばらく休めて助かりました。天運は全然選手のことを心配してないみたいだね。それはありません。商売をする者喜怒哀楽は顔に映さずというじゃありませんか。それに同盟がこれまで経験してきた危機と比べたらこの一件はさまつなことです。あと先に言っておきますが、もしカフカを見つけたら好きなだけ暴れていただいて結構です。ただし私には期待しないでください。私はか弱い女子、ブルブルと震えることしかできませんので。皆様の腕なら魔音の実を相手にしようとも引けを取りませんが、私はただの文職。もしもカフカが暴れでもしたら、古族は先秋人ほど長生きできないとはいえあと数百年は穏やかに生きたいのです。だからどうか勘弁してください。皆様を連れて聖査会を案内するというのがあのお方のご命令でした。普段の私のお仕事と何ら変わりありません。ですが戦いは私の専門外です。命を張るつもりもありません。最大限の誠意を示すために隊長を借りてきたまで。今度玉空に会ったら全部チクってやるから。心配しないでくれ。テユンさんを困らせるようなことはしない。カフカに遭遇した時その確保と戦闘は俺たちに任せてくれていい。道案内感謝する。隊長が追跡を始めるには手がかりが必要です。カフカが本当に開成校にいるなら何かしら痕跡を残しているはず。分かれて探しましょう。文字通り隅から隅まで。
運気軍の武器ですね。何か鋭いもので切断されたようです。あの悪女がやったに違いないよね。長くて切れ味の鋭そうな刃物を持ってたもん。あんたに持ってる？任せろ。逃がさない。ダンス、戦闘準備。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。造成館職人の通行用玉符です。関所を通るためのものですね。誰かがこれを使った後、意図的に壊したようです。もしかしたらカフカかもしれません。解き放つ準備はいい？反抗、陽動、冷楽。チャンスだよ。もっと。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。はいはい、分かったよ。あっちに行ってみよう。手榴弾？あ、何かついてる。これって口紅？迷子ちゃんへの小さな贈り物？あの女、うちらを挑発してるみたい。これだけ手がかりを集めればカフカを追跡できるはずだ。ええ、早速隊長を起動して手がかりに残された匂いを嗅がせましょう。怪しそうな手がかりはこれで全てのようだ。しかし、本当にカフカの痕跡なのだろうか。意図的に残した可能性も否めないが。この量から見て、うちらをからかってるんじゃない？あのわざとらしい顔でゆっくりと捕まえてごらんって言ってるのが目に浮かぶよ。スターピースカンパニーがあれほどの賞金をかけても捕まえられない重罪人ですもの。逆にこちらが狙われているかもしれません。さあ急ぎましょう。私たちは着実に彼女に近づいてるはずです。